皆さんこんにちは。こんにちは。今日は今度のキャンプに向けて。皆さんこんにちは。こんにちは。ESATV のヒロと。ヒロと。ヒロと。皆さんこんにちは。ESATV のヒロと。おばあちゃんです。よろしくお願いします。今回は、リアルマインクラフト第2回目ということで、この畑なんですけど、今度の、キャンプの際に、みんなで収穫をする、今回野菜を植えるんですけど、ネギと人参とほうれん草と小松菜じゃった。この、まあ、4つを植えようかなと思ってます。まあ、みんなで頑張って植えていくんですけど、まずは、草刈りから始めて、でその後フリーマンと交代して、フリーマンが今回は、種を植えてくれるということで、まあ、ばあちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。ばあちゃんも頑張ります。ばあちゃんも頑張ります。頑張ります。頑張ります、こちらが畑になるんですけど、まあ、夏野菜植えてたのが、まあ、だいぶ収穫が終わって、これからこの場所に、草をまず取りまして、それから他の野菜を入れていきたいと思います。丸ごとっていいのか。あ、そうそうそう、なすびだけの生地の、もうそげな引いていい、もう止まらん、トマト、それはミニトマト。草刈りはもう長いですね。何年してますか。ナスが1個取れました。ミニトマトもこんな感じです。
ばあちゃんが作ったピーマンのパプリカです。いい感じに出来上がってます。お疲れ様でした。はい。だいたいこのようにだいぶ綺麗に畑っぽくなったので、今度まだもうちょっと取ってから、これはね、耕したりして、でやっと植えれる作業になるので、いやまあ大変ですね。そうです。前はばあちゃん一人でしよったけど、いやできません。いやね。孫のヒロ君が感謝してくれるってありがたいです。まあ、今度キャンプの時にこの今度植えるやつをみんなで食べるけどね、おい、おいしいのかどうかできるように頑張りましょう。そうそう、わからない。おばあちゃん、頑張りましょう。はい、じゃあ後半へ続く。はい、今日の格言。はい、はい、今日は暑いけど孫のためというか孫が感謝してくれて勇気が出ました。頑張ります。また後半に行きましょう。はい。カノンベイビーウサシ、チャンネル登録よろしく。カノンベイビーウサシ、また見てね。カノンベイビーウサシ、チャンネル登録よろしく。Come on, baby, うさし。また見てねー。